かね、それからちょっとね、あれではね、いろんな人が多いんでね。80年代はよくね、来たんだけどね、橋から橋までよく歩いたね。3キロぐらい歩いたけどね、北行きは震災橋を歩いて、帰りは御堂筋を歩く多かったかな、女の子で、かなり歩いてましたけどね。まあ雰囲気でほとんどね、当時と変わらないですよ。ただこんな状況です。少ない人はね、はい、あコンビニまで来てるか。これ丸田屋さんがあったよね。あ、ここやな、ね、あ、もうあれですよ、これクリスマスの飾りがいっぱい出てます。なんか店の雰囲気は昔は変わらないけどね、店の内容は随分変わったけどね。コンビニエンスはローソンもあります。大丈夫、わかりましょう。行ってみましょう。はい、今日はどこ行くやったかな。あ、カニ道楽行くよ。カニ道楽に今住んでるけどね、どれくらいあるのかな。おそらく5、600円ありますかね。10個ほどありますか。はい、まあ、にぎわいはね、昔と比べるとやっぱりね、若干少なそうな感じがしますけどね。こんな隙間なかった。そりゃそうやな、土日しか来てないから、昔はな、若い時は。今日は平日でございます。ドラッグ屋さん、ドラッグです。すごいです。なんか、キラキラ光ってました。もう閉店制の店でございます。閉店制の。はい。大量さんは上げてないのか。はい、そんなんですよ。下島さんがどこかあったんやけどね、もうちょっと先は、あの辺ですね、この通り渡ってからよ。下島さんがいろいろ買い物したね、昔もね、いろんなの買い物したんですけどね。あ、いや、これ松屋さんか、はい、そこは下島さんやな。下島さんはね、あのセンター街の中に入ってる店がね、そんなんですよね。まあ隙間がこれぐらいあるから、まあどうなんだろうね。はい、下島さん、はい、いや、いいですね、素晴らしい、持っていらっしゃる。なんかやってますよね、下島さん。はい、良い一日になりますよ。ハイワードやってて、いや、わかりますね。皆さんが分からない、はい、まだサンドラッグさん、あの一本中に入るとね、店はノーズ閉めてあるんでね、うん、このど真ん中も閉まってるからね、やっぱりね、今2軒3軒閉まったけどね、閉店されたかどうか分からないんで。万栄さんがどっか左行ったとこあるんだよね、万栄さんがね、管理士。サンマルコカフェさん。
とね、雰囲気は昔と変わらんけどね、なんか店の形が全部変わったね。ちゃんと覚えとらんけどね、どこまで行ったら、まあ、ホテルとかある、ホテルとか、あと百貨店とかあるんだけどね、ホテルを見当たらんね、あ、ホテルとかそうね、違うね、あれはもういいや、左や。はい、機械限定。はい、3日で処分、閉めます。店閉めんのかね、あれ。閉店制の店が一軒あったけどね。これは右一方やったかな。右一方ですか。今渡るか、どうしようか。行ってもらおう。はい、行ってもらいました。はい、行きましょうか。いやー、ちょっと変わったね、やっぱり。ほら、まだ閉店するよ、ほぼ。閉店する、心配がして、大震災。キリン堂さん。なってんのか、これ。あ、閉めてんねや。はい、キリン堂さん、閉めてはりますよ、ほら。免税店。これはいわゆる、インバウンドでね、すごかったんだけど。ほら、ここもほら、閉まってます。閉まってます。キリン堂さんが閉めてはりました。はい、ここにもまたファミマだ。コンビの、コンビニが入ってても、おそらくね、今3軒目かな。鶴屋さん。鶴屋さん多いんやけどね。鶴屋さん多いや。鶴屋さんとなくね、これインバウンドで麒麟堂さん閉めたけど、入ってるかね、お嬢さん。どうやね。松本清さん、入ってないね。全然客入ってないんだ、これ。うん。一人も入ってませんよ、多分。おお、ここは空いてるの、空き地になってる。空き地でございます。松本清さん、一人も入ってませんでしたね。一人も入ってないのが珍しいね。はい。ここまで見ましょうかね。はい、これにちょっと急ぎましょう。コンビニの向こう左も右もコンビニだらけやろ、ね、おお、ダイソーさんが強いようになってますよ、ここダイソーさんが。ファインカラーさん、おお、ダイソーさん。え、これダイソーだったっけ、これ何の時だったっけ、これ大丈夫だ、すごくなってる、わからん。カフェにやってるの、カフェに。もう靴500円です、500円。もう本閉まってますよ、ほら。ファインカラーさん。ドラッグ。ドラッグお客入ってんのは全然リマンドがないんで、わからこう閉まってんだよ、ね、これこんな状況ですよ。サンドラッグさん、ものすごく逃げるか話だけどね、誰も入ってないよ。はい、誰も入ってなかったやつ。はい、 ABC マートさん、はい、ジム屋さん、はい、またそこ、ファミマ。どっちからな、左からだよ、来てないな、今行こう。ランコミさんだ、おぉ、ビートアウトやってみたよな。はい、ここはやってやります。マニアさんが分かんない。おお、向こうさん、こんなとこやってたの、すごいね。あんなお客さん入ってないけど、ここね、パチンコするとどこはね、パチンコ屋さん、パチンコ屋さん分からへんから。この辺りスロットすごいね、これ。はい、
あの中に入ったところがだいぶ閉まってるんで、ね、この本通りはやっぱ閉まってはおるけど、こんなぐちゃぐちゃ閉まってますよ。ここ閉まってる。で、スターバックス入ってんの？入ってないんでしょ。ガラガラでございます。ガラガラでございます。これはどっちかな、右か左か。はい、今来てないの、それはだろ。それはダメでしょ。百貨店もっと先やったっけ。洋服のあやめさん、そのやさんや。ああ、これはお休みですよ。お休みでございました。ああ、これは閉まってますよ。閉まってますよ。なんて面白いことで閉まってございますね。もう大工さん、これ全然ガラガラなんですよ。ガラガラ採用のうち入ってないですやってんのこの辺なんか閉まってこないみたいな。はい、ここ工事やしここ閉まってるんですよ。こんなんです震災橋、そこどこや長堀通りか。なあ、まだありますね。長堀通りやで、まだまだありますわ。これ、土屋さん。これぐらいの人がね、昔のね、土日で歩いたらね、人が途切れないんです。長堀通りでございます。はい、今もあんまりしてないよ、これ。してないよ、今も。はい。ああ、この辺が、あの昔、ソニービルとなんか色あったとこになっちゃうもんね。全然変わってね。今日はどこ行ってんだ。今日はカニの楽行ってんだ。まあカニの楽ね、カニの楽ね。この辺随分変わったね。こんなあったっけ。ちょっと記憶ないでこの辺。この辺は全然変わりました。ほんでユニクロがここにあるんだ。ユニクロがいい。ユニクロがここにコンビニもあるし、こっちはほら、一覧で見るんですよ。これギャップでございます。古屋さんじゃないの。ここにはちょろちょろお客さんいてた。はい、朝の栄光でございます。これなんかすごかったらしいってね。古屋さん、お嬢さん入らんぐらいね、すごかったらしいね。今年見てくださいよ。インバウンドがなくなって、これ何のことやってるんだ。ちょっとわからんな。そこでも5、6人入ってますよ、今日はね。5、6人ですわ。どこやったっけ、松本清志のこと。一人も入ってますね。あ、ここやね。この辺がアシックスさん。杉薬局さんも1、2、3、5人でさ、これパルコさんかい。パルコさん、パルコさん入ってんのか。サングラスさん向こうまで、ここも誰も入ってない。一人も入ってませんよ。店員さんが一人おるだけですわ。こんな感じでございます。どうしましょう。通販の多くはね、僕の中に入ったところはほとんどね、閉まったって聞いてるんでね。
もう、人が入ってない。パルコさん、何やってるんだろう。来ようか。そこ大丸やろ。大丸です。この辺暗いね。ミキ、パリ。この辺昔の店やな、なんかボネかなんかで。なんか記憶あるわ、これ。大丸の横、そうやな、大丸の横やな。何回も忘年会してね、会社の忘年会やったかな。百貨店どうやの今。百貨店中ちょっと見てみようか。まあ入るわけじゃんからな、外から。いやバラバラですね。おこれピカチュウがおります。このど真ん中で家賃高いからね、これ一人お客さんいてんぞ。靴屋さんも、カバン屋さんも、それから宝石屋さんも一人入って、そうなんや、なんかわからんって意識みたいなんだけど。いやー、入ってる、カバン屋さん。あ、誰も入ってません。うわ、なんか広いね。店員さんが一人と、なんか消費者が来たいたかな。あ、閉店セールとかね。あ、閉店セールです。あ、やめますよ。これも靴屋さんやね。大丸の南館ね、こっちの南館ね。はい、これ出したかね。ちょっと行こう。はいはい、あ、行こう。もう降りたはったんかい。あの下がね、だいぶ変わるんだよ、こんなんが。柱が上がってくるんですけどね、ここの、あのアスファルトの上だったんでね、ずいぶん変わるんだよ、はい。リーチ。まあ、店の中、あんま来られんしね。まだかい、道頓が。道頓も俺まだやからね。あの信号2つぐらいあるかもいいのか。結構ありまんな。おお、ハローキティやね。おお、面白いですね、これ。このカメラすごいぞ、これ。これ。じゃあ、じゃあ、いや、今、アウト、あ、あれ無理やな、間に合わんな。国民ブラックさん、ロケさん、それも入ってない。いやもう人が入ってない。まあまあ、ね、わしも商売してるんでね、重みだけど、人が入ってない。もう暗いね、あれ見ると。これ分かるんじゃないか、言い過ぎたら。まあまあ、無理やな。無理じゃないし、ここ何度やったっけ。この通りはちょっと分からんけど、雨降りだしたね。雨でございます。雨がパラパラしてます。あの向こうの方がね、運動。こんな感じです、ね、パラパラ雨が降り出しました。帰りはどうするかね。まあそれでもアーケードを歩いていくか。随分来たけど500、600じゃ効かんな。これはここら5、600じゃ効かないよ。これどれぐらいでいた。もう18万歩いてなったら、もうこれ1キロ以上歩いてますよ。これこんな状況だよ。待てよ、今のわしが言うてんやつね。あかんがね、あんまり。うわ、この辺しまったわ。ジュニーショップ、ジュニーショップ、ひょろひょろ人が入ってるよ。ヘビシバーとこどうや。そのままそこそこ入ってる、ここ入ってる。今日22日やから、まあ、給料があるんやけど、まあ、お客さん入ってないわ。店員ばかりお客さん入ってる。はい、ドラッグ屋さん。もともと2軒目入ってない。入ってない。1人も入ってない。これ、松本清さんはこんな状況です。見てください。1人も入ってますけど、こちらサンドラッグさん。
まあ、初めて撮ったけど、中はな、サンドラッグさんも一人も入ってませんよ、一人も。これこれ、俳優さんが一人いらっしゃったっけ。これなんか閉まってますけど、あ、免税店だ、閉まるわな、免税店な。はい、西川敦さんも閉まってます。おー、自由に入ってるのか。おー、自由入ってるの。20人ぐらい入ってました。おー、西川さんどこ行った。事件とかいたのか、どこ行けんやろ。はい、そうね、僕は藤井屋さん、藤井屋さん信号あるのかないの、信号が。この閉店でございます。まあ薬局は時間の問題だから閉めないからの影響じゃ。どの店も入ってないんだもん。多すぎて薬局だらけや。まあ、藤井消防さん、このテナントの方が閉まってます。これは家賃高いから大変ですよ、これ。これぐらいでね、やっぱりこれやろ、80万100万円だろうな、ちょろっとですね。はい、またこれどこ、これ大丈夫、これ人入ってんじゃないかも。バラバラバラよ。あ、これ閉まってんの、閉まってんの。閉まってる。いや、ここ閉まってる。ああ、大黒さんここにある。大黒さん金曜の金曜日半でな、ここバイバイな。こんな狭い店で成り立つんやね、おばん屋さん。大きいのすごいやけどね。おー、大黒さんこっち大きいのあんねん、店舗が。すごいな。右左ちょっとね、カメラ撮れんねんけど、お客さん入ってんすよ、とにかく。一人も入ってない、歩いてる人はこれだけ歩いてんのね。まあ、宝石屋さん知らないにしてもね、もうほんまに人入ってないですわ。もうドラッグなんかもう、どうしようもないね、これ。え、こう閉まってんのかい。はい、閉まってますよ、こう。はい、ここまで来ましたけどね。さあ、どうしましょう。昔歩いたんやけどね、やっぱり雰囲気、穏やか雰囲気やけどね。おお、なんか書いてないねんけど、大黒さん、谷浦さん見えましたけど、ほらそこみたいな余裕があって、そこにね、こんな近所ね、なんか飲み屋がいっぱいあったんやけどね。そういうもんちょね、なんかよう、バブルのことこの辺も言ってましたね。バブルの頃にまだあんのかな、この辺キャバレーとかいろいろあったんやけどね、あんのやろうか。はい、わかりましょう。こんなんですよ、バラバラでしょ、バラバラでございます。はい、カジドラさん見えてきました。あれを取りに来たんですよ、あれを。カジドラさんね、今なんか看板が大変なことになってるらしいですよ。これをね、ちょっと撮ってみましょうか。雨がパラパラやから急がないかんな、これ。はい、ここ下はね、下船が走ってたかな、これ。裏から見たカニドラクさん、
これ白だな。何だろう。私たちが筆が来てるんだ。生まれてくる子供たち。カニドロさんのね、あのあることのように看板を正規の大衆ですね。取ってきましょうかね、それは。みんな取ってありました、これ。みんな取りに来てありますよ。はい、ここでございます。はい、これ先は指輪筋やからね。はい、ここまでです。はい、ここです、ここです。ここでございます。うわー、ここ。どういうパートのイメージは、こんなんでもこれ。ほら、ほら足が2本おまへんねん。なんで、あちゃー。金木用で落ちちゃった。細かいな。あちゃー。バラ足をね、これ金属疲労で折れちゃったバラ足を、ほら住宅大丈夫だからはい、バラ足を、はい、ここは感じてください。ここでも昔ね、あの忘年会したことあるんだけどね。あ、これテイクアウトできるんだよ、今すごくなってるな。この辺をちょっと歩いてみようかね、このこの上、ビルこんな高いんだよ、これね、7階建てぐらいだよ。うまいや、これうまいや。これはね、テレビでやってましたんでね。はい、カニドロさんでね。そしたらこれはね、もうそろそろ締め切れるかこれ。はい、ここ歩いてみましょうかね。はい、よく歩いたけど、なんか広くなったんじゃないかな、昔からこれ。なんかこの辺の、あの忘年会で動かしとか移動したよな。なんかそんな記憶あんねんけどね。はい、こんなです。